装置が溶けた。俺は俺は何もしてない。早く宝箱を開けようぜ。もう待ちきれない。無駄だ。うお、すごい収穫だぜ。これが冒険者なら誰もが認める。それに宝箱だけじゃなくて、お前と一緒に冒険できたこと自体が本当か。それは光栄だ。あともう一つ気になってたことがあるんだが、今回の冒険、不運なことが一つも起こらなかった。こんなの初めてだぜ。なんか奥が深いな。でもお前が言わんとしていることはわかるぜ。どんなに運が悪くてもいい時もあるってことだろ。確かにこの経験は俺に大事。それになんとなく感じるんだ、お前の優しさと俺に対する善意が俺の不運を払ってくれ言葉にすると照れるな。とにかく本当、またこうして一緒に冒険しようぜ。この部屋どうやら仕掛けがあるみたいだ。あそこに左右一つずつある装置が関係して。でも装置の横、見るからに危ないものが潜んでそうだぜ。長年の冒険経験から察するに、あの装置の起動方法、俺が先に試してみるか。へい、任せろ。ああでもお前も知ってる通り、だからこの二つの装置、どっ、俺も左だと思ってた。どれどれ。今の音は、しまった、全ての出口が塞がれた。もしかして間違ってたのか。もう終わりだ。本当にいい場所だな。風が気持ちいい。俺は長いこと一人で冒険してきた。こうして誰かと一緒に過ごすのは、ああでも別に寂しくはないからな。冒険、そうだ、親父たちのことは話してなかったよな。みんなすごい冒険者たちなんだ。数々の武勇伝をたくさん、まだ赤ちゃんだった俺を危険な場所から救い出してくれて。大き、今はもうみんな年を取ってほとんど歩けないから、今度は俺が世話をする。機会があったら親父たちに会わせてやりたいな。ああ、俺の冒険に関する知識は、そういえば風の翼は持ってたよな。今日は天気も風速もちょうどいい。風の翼で遊ぼうぜ。お、あごめん、さすがに俺も驚いた。どうやら諦めるしかないみたいだ。他のことをやろう。ベーネット、ここにいたのか。お、ジャックじゃないか。俺を探しに来たのか。今日は湿気が多かったからか、教会にいる年寄りの冒険者たちの理由待ちがまた。親父たちのことか。それはやばい、早く世話しに戻らないと。ああ、みんな世話を焼いてくれる。君の名前を呼んでるよ。わかった、すぐ帰る。ああ、ありがとう。お前一人を残して帰ることになってごめん。早く行こう、みんな君を待ってる。わかった、じゃあ俺は先に行くよ。今度うまいもんごちそうする。はあ、やっぱり何も手がかりがない。あの壊れた装置以外本当にもう出る方法はないのか。唯一の希望は助けが来てくれる可能性があるくらいか。冒険者協会が俺たちの失踪に気づいて救助に来てくれるかもしれない。でもそれも運次第だ。もし救助がなかなか来なかったら、はあ、こうして死を待つだけで何もできないなんて。ああ、確かにネガティブに考えすぎた。そうだ、食料を確認しておこう。どれくらい持つか知っておく必要がある。持ってきた料理を見てみようぜ。今言うのもなんだけど、この料理なんか変だぞ。俺の作り方が間違ってたのか。
そんな、俺たちの唯一の食料が、もっと慎重に作るべきだった。いや、待てよ、はあ、もしかしたら役に立つかもしれない。それがな、昔絶対絶命のピンチに陥って気絶したことがあるんだけど、後になって助けてくれたサイリス会長に話を、俺が意識を失っている間、不運体質が嘘のように消えていたらしい。他にもある。雷雨が降る野外で気絶した時も、もしかしたら俺の不運って俺が目覚めてる時だけなのかもしれない。犠牲だなんて大げさだな。ただこの変な料理を食べればきっと気絶するだろう。そしたら俺の不運が消えて救助が駆けつけてくれるかも。大丈夫さ、お前とロイスに迷惑をかける。お前が言ったことも分かってる。自分を大切にしろっていうの。いただきます。おい、嘘だろ？割引サービスだって？でも、こんな幸運なことに出くわすなんて、こんなに運が良かったのは初めてだ。お前が一緒にいてくれたおかげだよな。運がいい人といるとやっぱり違うぜ。お前本当にいいやつだな。でも、こんなにいいことがあってもブランシュさんがいなきゃ意味ないよな。少しここで待ってみるか。ブランシュさんが帰ってきたらとことん買ってやろう。めったにないチャンスだからな。ましてや俺みたいなやつにとっては。ブランシュさん遅いな。何か急ぎの用事でもあるのかな。ブランシュさんがいないのなんてあまり見た。辛抱も冒険者にとっては必要不可欠な要素だ。もしかしてブランシュさんに何かあったんじゃないか。心配だ。セールも大事だけど、ブランシュさんの安全の方がもっと大事。あまりにも遅いから不吉なことを考えてしまったな。落ち着け。俺が言うのもなんだけど、諦めるしかないのか。ブランシュさん多分しばらく帰ってこないよな。やっぱり自分の運を過大評価しすぎてたみたい。そうだよな、そんなに悲しむ必要はないよな。あら、お二人さん、もしかして私を待ってたんですか。ブランシュさん、やっと帰ってきた。ずっと待ってたよ。だいぶ遅いから心配したぜ。何かあったのか。いえ、ただ家のことで少し。お気遣いありがとうございます。でもどうしてここで私を。本日は天休日だっていうお知らせを貼っていた。天休日だって。いやいや、そんなの貼られてなかったぞ。それに今日はセールじゃないのか。ちょっと見てみますね。おかしいですね。天休日の告知を誰かに剥がされてしまった。あなたたちが見たセールは昨日のものなんです。ごめんなさい。え、ありがとう。大丈夫、分かってた。本当にすまない。今日一日お前の時間を無駄にした。何をやってもやっぱり不運な体質からは逃げられないんだ。もう時間も遅いし、これ以上俺と一緒にいても何もできないだろう。今日はここで別れよう。今度また。ああ、もちろんお前が嫌じゃなかったらだけど。冒険者さん、俺たちも。ベネット！ロイス、お前だったのか。なんてことだ、こんな。またお前に会えて嬉しいよ。最近調子はどうだ。俺はずっとお前たち。こんなに運が悪いなんて、どうしてよりによって。苦労して扉を開けたっていうのに、なぜか急に閉まるし。それは多分俺が装置を操作したから。
そうだろうな、分かってたさ。お前を見た瞬間、お前がいるだけで冒険がうまくいかないんだよ。ああもう誰だお前、ベネットと組むなんて。何、喧嘩しない喧嘩しない。紹介するよ、ロイスはベニー冒険団の元団員で俺の友達。俺は何も言わずに冒険団を。まあいい、さっきは少しカッとなった、悪い。でも実際俺のせいだからだけど当時は本当に耐えられなかったんだ。もうお前の冒険団に入ってから歩けば転ぶわ、雷には打たれるわ、挙句の果てにもう完全に偶然なんかでごまかせるものじゃなかったんだよ。それに最後の一回は突然現れた意味不明な爆弾で左足を怪我したんだ。後になってからベニー冒険団の悪い噂を知ったよ。それは分かってる、確かに全部ベネ。まあまあ過去のことなんだし、そんなことを掘り返しても気分悪くなるだけ。そのロイス、俺からも謝るよ。俺の体別に謝らなくていい、俺にも悪いところはあった。そうだ、もう一つ言わなきゃいけないことがあるんだ。入ってきた扉が閉まっちゃってな、だから今俺たちは閉じ込められてるってわけだ。いやー参った参った。ベーネット、ああもうやっぱりお前と一緒にいると。でも仕方ないじゃないか。どうするんだよ、こっちはもう食料が尽きてるんだ。俺ロイスは今日お前のせいでここで死ぬんだ。そのどう謝ればいいかわからないけど、もちろん一緒に来たお前の同意が必要だけど。いいだろう、ちょうど腹が減ってたところだ。あ、これがお前たちが持ってきた食料か。なんだか大丈夫さ、ずっと旅人が持ってたんだ、俺の悪い運は映ってないや。そうなのか、まあ早速食べよう。この味、この食感、ベネ、どうしたんだロイス。